フリードリヒス・マール・ベルジスは、クールラントの詩人、教師、牧師である。ラトビアの第一次民族覚醒の動きの中で、ラトビア語による、秘策、ラトビア民族女子史における先駆的な創作を行った。フリードリヒス・マール・ベルジスは、1824年1月1日に、ロシア帝国クールラント県のドゥンダガで生まれた。 マールベルジスは1840年に設立されたばかりのイルラバ市範学校で学び、卒業後はドゥンダガ教区にあったクベレス学校で教員となった。クベレス学校の専任にはエルネスツ・ディンスベルグスがおり、マールベルジスはディンスベルグスに学んで試作を始め、ラトビア人新聞で発表するようになった。また、クベレスでの教え子の中には膨大なラトビア民謡を 収集編纂し、ダイナスを出版した、ラトビア民謡の父クリシュアーニス・バロンスもいた。1850年、マールベルジスは、リーガへ出て、1年ほどを過ごす。その後、リンデ・ビルズガレで教師を務める。1856年には設へ移り、以後はその地に暮らした。教師だけでなく、教会の牧師を務めていたマールベルジスは、聖歌隊の育成にも力を入れていた。 マールベルジスの代表的な詩は、節江に移ってから作られたものである。マールベルジスは、1887年には教職を、退いたが、施策は亡くなる直前まで続けていた。1907年3月3日、マールベルジスは83歳で亡くなった。死後は、節江の墓地に葬られ、1924年には、教え子や地元の人々によって、記念碑が建てられた。 ラトビア人新聞で始まったマール・ベルジスの詩の発表は、その後、我が家の客人、アウストラムズ、ピーター・バーガス・アビジズ、バルテチズ・ベスナシスなどの新聞、雑誌へその場を広げていった。民族覚醒運動によって、光が当たった、ラトビアの民謡、民話に触発されたマール・ベルジスは、ラトビア民族の神話的時代と、その後の運命を理解し、表現しようとした。 マールベルジスが暮らしていた説は、幻想的な景観のスタブラグスに近く、古い伝承が豊富に伝わっていた。マールベルジスは、伝承を収集し、それをまとめ上げて、一つのラトビア民族女子詩を初めて生み出した。それが、1869年に発表した、スタブラックス・ウン・リス・マジェブ・ビエッチィ・ウン・ジャウニ・ライキーである。この詩は、民族女子詩の創作の下地を作り、 後にアウセクリスやアンドレース・プンプルスへ受け継がれ、ラトビア民族女児誌の代表作、ラーチプレーシスに結実した、マールベルジスの詩作の集大成といえる詩集が1880年に出版されたジェーハス・スカーナズである。この詩集には女児誌も女上詩もあり、ラトビア各地の伝承に基づくおとぎ話的な詩も含まれるが、詩の文学的側面を重視し、 形式や技法にこだわり、簡潔、明瞭な言葉による表現を追求したマールベルジスにとっては相性の良い分野とは言えない。本領はむしろ、暮らしの様々な事情を現実主義的な視点で表現した詩であった。その他、小説、プラタ・エーナ、スタ・ブラックス・ウン・リスマよりも的を絞った、女児詩の、チェリーズ・ウンナーラ、一人娘・エミーリアの詩を痛んで作った、歌集。 ベール・ジェイズ・マズ・ビサッテム・バハズ・ボム・セーター・ウン・コップセタ、などがある。また、スタブラックス・ウン・リスマの創作にあたり、ラトビア・シカーに関して、影響を受けたガルリープ・メルケルの伝記、ガーリーベ・マークル・ムーザ・ストラッツも執筆し、これは、死後の1934年に、バートニ・エックス氏に掲載された。マールベル・ジスは、資料深い人物であったが、保守的で、人当たりが良いわけではなかったようである。 マールベルジスは、ラトビアの民族覚醒運動に関わりがあったが、運動に積極的に参画していたわけではない。敬虔なキリスト教徒であったマールベルジスは、民族の商用をその心情に優先させることは、なかった。民族運動の原動力の一つである、バルトドイツ人による支配への反発にしても、マールベルジスの場合、ドイツ人支配者層への避難一辺倒ではなく、 ラトビア人とドイツ人の対立が融和的に解消する未来を思い描いているところがあった。ありがとうございます。